ペースめっちゃいい。よきよきよき。待って、なんか必死で虫捕まえるの私しかおらんくね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでね、今日は今日は今シーズン2回目の虫捕り大会があるらしい。お、海賊っていう名前で来るんよね。ヨッホー、アイナさん、どうもどうも。あんたのおかげでまた古文どもと大海原の旅を続けられるぜ。ベリーベリーサンキュー。助けてもらったお礼にこのお宝をもらってくれ。嵐を呼ぶ男 J、 かっこいいな。そしてライオネル、主演のアイナくんへ。昨日夢に君が出てきたよ。夢の中の君はおにぎりを一心不乱に頬張っていたんだ。僕の夢に出演するなら一言声をかけてくれさえすれば次はちゃんとエスコートするよ。真摯なライオネルより。主演なんやね。しかも私、人の夢で主演取るってどういうてか人の自分の夢で脇役ってどういう感覚。海賊の大砲、こんな感じ。かっこいい。いいねいいねいいね。お、マミーさん頑張りよる。虫捕り大会ってワクワクしますね。私あまり得意じゃないですけど頑張ってたくさん捕まえますね。タフン、私も頑張って捕まえようっと。ってことでちょっとレックス、おー、捕まえよるところか今。めっちゃ走っていくやん。なになになに虫のやつ、オイラが近づいた途端すぐに逃げ上がって。一体どんな筋トレすればあんな風に素早く動けるようになるんだろう。く、羨ましいな心。筋トレはまあしてないと思うけど。いや、虫捕り大会開催中だぞ。レックスめっちゃ久々な気がする。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。溜まったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるからぜひ頑張ってくれ。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網一本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで虫捕り大会に参加するかい。今日初めての人は参加費無料だぞ。そっか、持ち物の空きとか関係ないんか。それがいいよね。あれ、釣り大会もそうやったっけ。それじゃ、今から3分測るからな。どんな虫でもいいから、とにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ、行くぞ。牛食い。はっ。て。届かねえ。ちょっと待って。いないんですが。そこのアメンボ、はあ、はい、ピキー、アメンボゲット。さあ、そしていなさそういなさそう。え、3匹以上でボーナスポイントよね。ありがとう、ガジロウ。はい、キリギリスゲット。そこのアギハが捕まえたいけど、こっちには来なさそうだな。お、は、はい、3匹。もうあと2分じゃねえか。お、そこの、は、いやー、早かった。めっちゃ早い。これ、はい、4匹。そして、あ、くそう。くそう。あ、そっか、こっちから来れたんか。橋を作ったことをもうすっかり忘れていたよ。まさかの。いないよ。全然いない。あ、くっそ。あー、全然いないんですけど。うわー、1分半を切ってしまった。いないっすね。え、こんなに。やっぱり大会中はいなくなるんだな、みんな。何かを察知するんやろうね。ちょっ、はい、5匹。そして、はっ届いてない。
待って、通れんのかと思った一瞬。うおー、いないぜー。もうちょっと捕まえたいんですけども、私。あ、このままもう終わりそうな予感。こっ。おいし、オッケー。6匹。ちょっと一瞬、見えんかった。あーくそー。捕まえれたと思ったのに。そこの君。おいし、7匹。くっそ、10行きたいけど10は無理かー、さすがに。おー、8位めっちゃギリギリ超ギリギリでとりあえず8まで行ったよ。やっほー。今日は虫取り大会だから、島のみんなも張り切ってるみたいだね。僕だって頑張っちゃうぞってし。私も頑張るよ。おめえも虫取り大会に参加してんのか？虫ってのはすぐに逃げちまうからな。落ち着いていこうぜ、き。今回の虫取り大会結構取れた気がするけど、どうすか？いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな？あ、あれなんやね。T シャツ、テントウムシなんやね。はい、全部買い取って。10ポイントイェーイ。ちょっともう一回もう一回。あ、はい、買い取って。とりあえずあれやろ、一匹高いのがおったけん。6795ベル。イェーイ。あれ、思ったよりもいい感じの金額で売れたな。一匹だけじゃなかったんかな。はい、参加します。おしこい。全然オッケーです。今回さ、3分結構長く感じたし。お。ちょい、そこの。ほっ。は、一匹ふぅ。はい、二匹。若干離れたところからならいいんかな。セミは。トンボが気になったんだけども、いなくなった。はっ。く、こんのかーい。く、旅立ったし。くっそー。なに、どこから現れたの、君。はい、3匹。でも、ペース的にはいい感じな気がする。けど、どうでしょう。いないっすね。これ、あれやろう。ヤドカリとかでも、OK なよね。ただ、最近あんまりヤドカリを見かけてないような気がするよね。よ。はい、4匹。何やってんの、君。はい、5匹。ありがとう。そして6。めっちゃペース良くない？イェーイ、6匹。そしてあとはあ、あっちに。待ってくれ。はい、7匹。よしよし。いい調子、いい調子。さあ、あとは、はい、8匹。ふっふっふ。そして今その辺を。あ、待って、待って！よし、9。ふぅ、危なかった。旅立っていくかと思った。これ10いけるね。で、油断しとったらいけるのよね。あ、やった、いけた、10。次は目指せ15。あダメだった。うー、いない。くそー。お、今この辺に。おー、11位。イェイイェイイェイ。さあ、あとはいないっすか？お、なんかどこしらから音が。あれ、キリギリスがおったっぽいような声が聞こえたんだけど。く、いねー。あ、30秒切ってしまった。いないんすかね、もう。あー、いない！まさかの最後の最後でおらん感じ。いない。あー！
ダメだな。あー、11匹はどうかな。てか何点まであるん全部で。別に上限とかないんかな。どうも。これ過去最高じゃない？どうすかね、11匹いるんすけど今回。13ポイントやった。とりあえずそれ全部売るね私。あ、そっか、普通に売るよりもレックスやけん高めで買い取ってくれとるっていうのもあるんかな。おお、いいね。種類は関係ないとかあるんかな、いまいちよくわからんけど。はい、大会に挑戦します。もちろん。おしこい。さっきその辺を。お、お、お。よっしゃ、1匹。そしてそこに、バッタが飛んでた。バッタ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 。全然届いてない。はい、2匹。ちょっと待って、そこのセミ。とりあえず目指せ5匹。はい、3匹。5匹ずつ目標刻んでいくわ、私。はい、4。そして、あ！くそ、そこはダメなのか。君。はい、5匹。やったね。鬼山来たー。さあ、次は目指せ10匹ね。ペースめっちゃいい。よきよきよき。待って、なんか必死で虫捕まえるの私しかおらんくね。なんか私以外虫捕り大会してます？してないような気がするんやけど。いなーい。あ、ルーシーがしてた。あ、ハンナちゃんもしてた。はい、6匹。どこからセミの鳴き声が聞こえようやろ。お、ごめんね、目の前で捕まえちった。何、目の前で横取りした場合は拍手してくれんのやねん。さすがにそこはちょっとイラッとするんだろうか。いた。は。下手くそか。何、どこ行った。待って、その虫は私が。え、びっくりした、どっか消えたんかと思った。くっ。ふふ、8匹。やば、このバッタ捕まえるためにめっちゃ時間使ってしまった。くっ、やべえ。でも追いかけよる間に他の虫も見かけんかったしな。ね。ね、しょうがない。いないな。最近あんまりね、こう、何？鼻の上とかに虫おらん気がする。あ、ちょい、そこの。へい、9匹。あー、でも記録は更新できんかな。ちょっとね、自分の中の戦いというやつやね。お。は。イエイ、10匹。ありがとう、カジロウ。君はちゃんとお祝いしてくれるんすね、優しい。あー、くっそ、10匹か。じゃあまあこれで。あ、ごめんね、拍手してくれてたのに。叩いちゃったわ。じゃ、これでとりあえず景品と交換しよっかな。イエーイ、12ポイントってことで交換します。ん？虫かごは確認してくれたか？いらなかったらもちろん全部俺が買い取るから、いつでも声かけてくれ。はい、買い取って。え、いいのか？ごっくり。君の虫かごの虫の数は確か10匹。種類、あ、やっぱ種類関係あるんか。9975ベル。イエーイ、売ります。いいお金稼ぎにもなる。ってことで今日はあれやね。動画外でも、バシバシ大会に参加してこ。他のこと。大会に参加してくれた人の虫は、高額での買い取りもさせてもらってるんだが。
ポイント効果をお願いします。君の今のポイント数は37ポイントか。うん、10ポイント使って商品と交換だな。何これ、おもちゃの、おもちゃのゴキブリ。あとはリアルな感じかな。お、服、インセクトアロハだ。インセクト、サナギ。はい、そしてお、ステッキ、虫のステッキだ。ふふふ、虫の祭典にふさわしい愛に溢れて虫グッズを用意したよ。ぜひ活用してくれ。虫取り大会は午後6時まで参加できるから、またポイントを貯めてくれよな。ステッキってめっちゃなんかご褒美感あることない？あ、かわいい、よかった。なんか変な感じやったらどうしようと思った。こんな感じね。んで、あとはインセクトアロハ。あ、なんか思ったより全然、インセクトあれか、昆虫っていう意味か。なんか思ったより全然可愛い。あ、よかった。ちょっと気持ち悪いの想像しとった。でもこれ多分近くで見たら気持ち悪いかな。わからん。パッと見可愛いけん、まあいいや。んで、おもちゃのゴキブリ。違う違う違う。魔法を使わないで。こんな。はぁー。なるほど。あ、上通れるよ。あ、でもなんか、あれやんね。評判とかは下げたくないけど、なんか、ちょっと荒れとる感じにしたいみたいな。あ、もしかして島訪問行った時にこれ使っとる人おったかな？わからん。こんな感じ。いいね。いいね。なんかちょっと可愛いかも。よきよき。あ、風船流れてきた。久々なんやけど。ちょっと待って。結構早く流れていきよらん。ゴー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 。通れねえ。この辺か？は。ナイス。中身は、コックさんの服。こんな感じ。上下セットなんやね。ちょ、帽子似合わなすぎか。こんな感じで。でもこの場合はなんか、ビーチサンダルみたいな、ちょっと浮かれすぎやね。ちょっとなんか、足元をもうちょっとどうにかしたいけど、何が合うんやろ。靴下履いた方がいいんかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか釣り大会に比べて虫取り大会ってグッズがうって感じのが多かったんやけど、今のところ。でも今日は結構いい感じやったかも。